嘘、見かけたら取っておく。食い物か、助かるな。まったくね。何、ぶしつけな視線はやめなさい。前にも聞いたが、本当に俺と会ったことはないんだな。あのね、いいこと。私はレナ、あなたはダナ。それに私はレネギスにいたの。あなたが記憶を失う前にどこにいたにせよ、出会いようがないわ。レネギス、あの空に浮かんでいるあれか。レナ人の城だとは聞くが、本当に人が住んでいるのか、あそこに。私たちがどこから来たと思っているの？スルドブリガの旅に降りてくるのだって見ているはずよ。何年前のことなんだ、それは。今回のスルドブリガは7年目になるはずだけど。じゃあ覚えてないな。あなたが覚えているのは何年前からなの？1年くらい前だ。そこで毒に拾われた。1年。悪いけど、それならやっぱり合っているはずないわね。そうか。巨大なはぐれ、今の私たちでは厳しいわね。ウルベゼクが近いぞ。あのズーグルならやめておきなさい。力不足か。手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。すまんな、今だ。終わりよ。悪い、大ぶりな虫なんて。何かの役には立つだろうさ。珍しい鳥だ。フクロウ、古代ダナを象徴する鳥ね。弱い者いじめはつかんのだ。行け、敵と囲まれているぞ。冷静になれ。泣き払う。気合入ったろ。マグナ
らの力はこんなものか。ここで終わってたまるか。その息だ。武器を構えろ。ざまないな。これぐらいの相手なら問題ないな。着いたぞ、ウルブゼクだ。レナの装甲兵の姿が見当たらないな。俺たちに比べてレナ人は頭数が少ないからな。こういう寝起きするだけの場所は巡回はしても常駐はしない。ここに次の隠れ家があるんだな。そういうことだ。お膝元に俺たちがいると知ったら連中も驚くだろうよ。他に誰もたどり着いてないなんてことになってなければいいけど。ジリファ、奇遇だったようだな。行くぞ。ジルファ、なあ言ったろ、ジルファがくたばるわけないって。はいはい。それでこれからどうするの。切り札が手に入った。敵は混乱している。この機に乗じて一気に頭を取る。そう、いよいよビエゾに挑むってわけね。そうだ、失敗はできん。ここ一番乗るかソルかだ。上等じゃねえか。みんなこの日が来るのをずっと待ってたんだ。俺は作戦を詰める。その間はそうだな、二人ともその格好を何とかしておけ。あなたの体格ならちょうどいいのがあるわ。ちょっと待ってて。悪いんだけど、レナ人の服は置いてないの。ダナの服でよければ提供できるけど、その気はなさそうね。そんなこだわることなのか。何か勘違いしてるようだけど、私がここにいるのは利害が一致したからよ。レナ人であることをやめた覚えはないわ。まあまあ。そうだ、ネアズにも聞いてみたら。彼私たちの中じゃ一番の情報通だし、もしかしたら当てがあるかもしれないわよ。
ネアズ、相談が。ああ、くそ、まるで人手が足りない。って、なんだ、相談？それ急ぐのか？いや、そこまでじゃないが。だったら先にこっちを助けてくれないか。やることが山積みなんだ。何をすればいいんだ？何でもだ。誰も奴隷のことなんざ気にかけちゃくれないからな。俺たちのことは俺たちで面倒見なきゃならんのさ。詳しいことはあそこにいる奴に直接聞いてくれ。頼んだぜ。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。なあ。うん。わかった。紅のカラスがこんなに活動してたなんて知らなかった。ずいぶんと嬉しそうね。そりゃそうさ。黙ってるやつばかりじゃん。これぐらいの相手なら問題ないな。襲撃を受けたのはあんた、デッカメンか？ああ、ダイロンの使いできた。しっかりしろ。よかった、そこの茂み。しっかりしろ。シオ、ジオ、もう死んでるわ。
ぞ。ただ虫けらのようにこんな命すらいいように奪われて、そこの茂みと言ったわね。これは鍋？なんでこんなものが。せめて何か一つだけでも回収されまいとしたんだ。自分は助からないのに誰かが来ると信じて隠し通したのか。物一つ守るために命を落とすのは愚かだと思うか。信じる者のための命がけの行動、それを愚弄する気はないわ。でもそれがどんな意味を持つかは受け取った者次第よ。無駄になんかさせない。レナ兵だって出し抜くことができる。これはその証なんだ。あんたの意志は必ず届ける。なら行きましょう。いつまた装甲兵たちが戻ってくるかもわからないわ。これがレナと戦うってことか。怖くなった。怖いさ。けど奴隷として死ぬくらいなら俺は戦う。
ったか。大変だったらしいな。悔しいが、俺たちの中でレナの装甲兵とまともにやり合える奴は多くない。俺たちにできるのは犠牲になった奴を忘れないことくらいだ。ああ、決して忘れない。それでいい。で、何か俺に頼み事があったんだろう。ああ、実は。何かと思えばレナ人の装備を手に入れられそうな場所と来たが、当たり前だが、どこも光目どもの警備が厳しくて迂闊に近寄れない場所ばかり。待てよ、ウルベゼクの外の荒野の先にパガン遺跡ってレナの城跡みたいなのがある。どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが、レナ人のあんたがいるならひょっとしたらひょっとするかもな。まあ、俺ならそんな手間をかけるよりおとなしくダナの服を着ておくがね。遺跡ね。行くわよ。本当に行くのか。行くのよ。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ。どこからってどういう意味。戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時に呼び出すの。分かった。分からないけど、すごいな。え、だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろ。すごい発明じゃないか。あなたダナでしょ。敵の技術を褒めるの。変か。技術は技術だろ。敵も味方もない。それはそうだけど、